ペスがボールを奪います。マリノスが奪います。シュートが来る。思い切ってシュートに行きました。高野です。さあマテウス仕掛けて裏、高野がかわして中シュート、先制。エリックに何とか合わせたいところですが、クロスボールは一山越えてチャンス、中川仕掛けて入れる。いいタイミング、右足ポジションを取っています。ジュニオールサントスか、カルリーニョスのヘディング、 F マリノスボール、うん、高野のクロスからヘディングで決まります。初ゴールです。高野も外に運びながらのクロス、少し巻きながら、ここで打つか、まだ打たない、キープをします。いいよ、高野これ2アシストですか、今日は見事ですね、クロス。高野から渡辺、あ、正面に来た、左足だ、これも外れました。ここに今年はより前にっていうところも含めて、あとは対 F マリノスも含めてですけども、まあ、出しやり方やってます、ね、真ん中抜けて、さあジュニオールサントス無敵です仕掛けていきます、うん、もうボックス内には4人入っています。チャンス、自分で抜けて入れたボール、ブッシュート、高野ナイスなんですね。高野エリキ、この後おそらくですが、うん、2枚替えがありそうです。清水エスパルス、チャンス、マリノス、そのまま惜しい、最後のシュートは浮いてしまいました。選手、まあ、丁寧に合わせた宮城のシュートも惜しかったですね。ここのスペースをうまく使って攻撃したいってことでしょうね。荻原からのボール、裏にヘッドで前に持ち出して、高野シュートだー、サイドネットです。自分でシュートを選択しました。高野が拾ってすぐに長いボールは入れません。自分でドリブルで行く、まだ持っていって、高野からマイナス、手に当たったように見えますが、これはノーハンドなし。でもかなりプレッシャーを受ける状況ですからね。マルコスジュニオールから高野へというところ、入れ替わった、高野、おっと、まだ持っていく、まだ持っていって、マイナスのボール、シュートは当たる。少し頭が相手が目に入りましたかね。おそらくこの前にいる袴田ですかねが目に入って、まあ、1枚目はイエロー、まあ、2枚目に関してはちょっと厳しかったのではないかというような、そういった検証でした。おっと中に入って、高野からシュート、